デスストランディング前回の続きからプレイしていきましょう。さて次のところに運ぶ荷物も受け取らないといけないんだけど、武器装備の作成？君の功績だ。ああ、カイラル通信がつながったおかげで本部に集積している機材データを使って機材を出力できるようになった。機材を出力？使ってみてくれ。うん、ありがとう。とりあえず先に納品させてほしい。落とし物の届けでよろしく。もうボッコボコだけどね。本来ならちゃんと届けるべきなんだろうけど。うん、めっちゃ下がっ26%。目も当てられんからあんまり見たくないんだが、よろしくね。受注しよう。サム指定の依頼、ポストを建設せよ。あー、場所指定なんだ。とりあえず受けるだけ受けとく。でこれも受けとこう。必要な納品数6個。よし。ポストを作るには建設装置が必要だ。ああ、手持ちの建設装置がないときは忘れずにそれを作成してから持って行ってくれ。あ、作れるんだ。サム。はい。その建設装置でポストが建設できる。うん。ただ、消費。あ、今別にあれか、ゼロで作れんのか。とりあえず背負っとくか。全部背負っとけ、全部。レアメタルはあれだよね、向こうに持ってかないといけないやつってことだよね。よし、出勤。オッケー。で、依頼が受注されました。あとは装備品なんだけど、これこれこれ。あ、そうか、これを作るってだけか。とりあえず1個だけ所持してるからな。とりあえず1個だけ作って、はい。でもうこの辺も背負っとこう。よし、決定。すでに重いけどね、結構。サム、建設装置は準備できたか？ああ、できたよ。指定したポスト。ここか。ここに行くんだけど、真逆なんだよね。とりあえずここにポスト作りに行くか。建設予定地へ向かってほしい。建設予定地の場所は地図とコンパスで確認できるぞ。うん、確認した確認した。武器のロックを解除します。武器の使用制限。武器を持ってないんだけど。今後武器になるようなものもやっぱ出てくるのか。やばい。危な。セーフかアウトかって言われたらアウトだと思うけど。よし。とりあえず向こうだよね。あそこか。ポストも作るし、あの辺のやつ適当に拾っていってもいいな。やばい。危なっ。危なかった。危なかったね。本当に危なかった。よし。ここ結構黄色いんだけど、いけるかな。あ、やばい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 。ちょっと待って、いるいる。その辺のやついる。その辺のやついる。その辺のやついる。お、こけちゃった。モエラ飲んどこう。スタミナ減ってんのか。あ、これそもそもあれか、
サムが休めてないっていうのが大きいのか。そうか、サム休ましてやりたいけどな。残念ながら俺もゲームをしたいんだ。少しでも多くこのゲームを遊んでいたいんだよ。それも難しい話だよな。だからあれでしょ、要はゲームは1日1時間みたいなのを無理やりやらせようとしてるわけでしょ。指定したポスト建設予定地に着いたか。うん、では建設装置を装備してくれ。オッケー、これでいい。え、こんな簡単にできんの。これできるんだったら何でもできそうだけど。よし、さすがにこれはエース取れるな。よくやったサム。よし、納品はないか。っていうか毎回さ、俺のPS ネットワークで使ってるアイコンが出てくるのがめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。他の人に武器や装備を上げるってこともできるのか。そんな上げるっていう状況なるかな。とりあえずここか、配送センターまで行こう。ただただこう歩いていくだけでも結構楽しいよねこのゲームね。スタミナの上限値がそもそも減ってるのがきついな。どうにかなんのかなこれ。あれだよね、多分もうちょっとやりようはあるんだろうな。よし、お、はしごなくていけたね。使うかなと思ったんだけど意外といらないもんなんだな。これ拾えないの？拾えないのか。あ、あれは監視塔か。監視塔もな。ただまあ遠く見れるのはいいんだけど、これでさ、一応なんか検索みたいなすれば大体はわかるからね、近づけば。それでなんとかなりそうだと思うんだけど。これ何？何これ？これ何なんだろう？ようわからんな。サム、気をつけろ。何が？荷物を探知されたな。は？その場所に留まっていては危ない。逃げるんだ。連中に追いつかれるな。早く目的地へ向かうんだ。あれか。敵地に向かうって言われてもな、いるな、なんかがいるな。目的地が遠いんだよ。だったら近づけてくれとは思うんだけど。なんか撃たれてるね。あれが、あれか、なんだっけ、なんかこっちを狙ってきてるもんな。やばいやばいやばい、行った。武器がないのにこんなんどうやってすんの。BT には弱いってことか。あいつらがあれか、テロリストってことなのかな。ミュールに遭遇したようだな。ミュールのせいで逃げていた。ミュールも BT への恐怖には勝てない。 BT いる？いないよね。パッカパカしてないもんね。サム、何？時雨に
長時間晒されると荷物ケースが劣化してしまう。気温が降っている場所には長いさ。わかってるんだけど、こっから先か。俺も早く運びたい気持ちはあるんだけどね。それでも世の中難しいことってもあるからさ。やばい、危ない。よしよしよし、ちょっと回復しよう。よしよし、でここ抜けれるかな。なんかジャンプすれば結構こけにくいのかな、逆だと思うんだけど、なんかそんな気はするよね。さて、はしご登れる、これいけるな。よし、でもこれ5キロでこんだけ伸びるんだからめちゃくちゃ優秀だよねこれ。よし、このまま進んでいくか。いけるかな、いけるか。ここあんまここ行くべきじゃないんじゃないかそんな気はするな。よしよし、いいぞいいぞ、オッケー。よしよし、待って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 、危ない危ない危ない。このまま真っ直ぐか、あれかな、あの若干見えるやつかな。やばい、危ない危ない。何、時雨が来てるだけか。違うのか、 BT か。 BT いる、これいるのか。どこにいる？進行方向にいるか？いるのは向こうだな。大丈夫かな？一番近い BT が浮かぶって書いてあるんだ。どこにいる？いる、全然いる。向こう、こっちもいるな。うん、近いな。ここ渡れるか。そこにいるもんな。ここで使うのもな。足りん、全然足りん。そこにいるのが痛いな。めっちゃ見られてない？見てるよねこっち。やだな。
これ大丈夫？これダメだったりする？見つかってる？これ見つかってら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 、ちょい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 、めっちゃ戻されたんだが、ちょい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 、もう勘弁して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 、よいしょ、登って登って、オッケー、よし、あ、ダメかこれ、死んでない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 、なんか抜けたらしいけど、よしよし、逃げ切ったらしいけど、よし、ああ、なんというか災難だね。プライベートルームで休めと言われてもな、なかなかこっから戻るのも難しいもんね。てかロープ用パイル落としちゃったし、もったいないな。はしごがもうちょっと長ければな、こっち側に先に、そうか、これ抜けようとせずにこっち側に渡ろうとすればよかったのか。そうだな、 BT といつ出会うかっていうのも考えて行動することが大切なのかもしれな、しれな。結構あれだね、なんだろう、やることっていうのは結構単純で、まあ目的地に向かって、まあ、進んでいってっていう。どうした？ビビどうした？ストレスか？サム、どうした？わからない。BB が動かないんだ。大丈夫だ。一時的に機能は停止するが、修復は可能だ。配送センターの設備でメンテができる。この先の配送センターへ急いでくれ。わかった。BB。何？自家中毒？え、俺があれか？ストレスを溜め込ませすぎた？俺のせいか？ちょっとごめんな、BB。待ってろ待ってろ。今すぐ配送センター届けるから。あ、バイクみたいなのある。うん、体内で毒性物質を作り出して自分自身を攻撃し、それ生き物としてヤバくないか、つまり自家中毒を起こす。それを回復するためには配送センターにあるプライベートルームに行ってくれ。あ、ここにも一応プライベートルームあるんだ。あ、乗り物だ、いいねいいね、ちょっと後で使わせて。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証、よし、クリア。施設内では武器よりもスープに付着したカイラル物質を洗浄、休憩をお勧めします。よいしょ、早く早く BB 直してやらんと。ちょ、納品だけさせて。まずレアメタル、あんなもんでいいのか。中継ステーションのスタッフに聞いたよ。はい。サム・ブリッジズ、第二次遠征隊だろ。たった一人でカイラル通信をつないで荷物まで運んでくれるとはな。早速荷物を見させてもらうよ。よく運んでくれたな。ありがとう。あんたは BT の座礁地帯をくぐり抜けてきただろう。伝説の配達人って噂は本当だ。伝説なんですよ。その伝説をなんか泥塗ろうとしてるよな俺。まあまあ
まあそんなもんですか。このグレードっていうのがいまいちようわからんよね。なんか影響すんのかな。さあ、いよいよだ。スキルとかあるわけでもないしな。うん、いつものやつね。これ何を読み取ってんだろうな。これ結構広いな。広いこともないのかな。思ったより。サム、はい。 UCA 加盟を一つ増やしてくれたな、ありがとう。うん、どうも。増加による機能の追加。ドキュメンツに、ドキュメンツって、ブリッジベイビー BB のこと、トキューについて。おお、こういうのもあれか。メールとデータアーカイブ。リサイクル？わあ。なんかいろいろできることが増えたってことね。あなたが回路通信を接続したことで、他のプレイヤーのデータを取得できるようになりました。回路通信がつながった。え、それ、手とか見てわかんない。回路プリンターがあれば、遠隔地のものもここで生成できる。つまり配達人の苦労も減るわけだ。頑張って。西までつないでくれ。よし、カイラル通信がつながった。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーターにつなごう。保育器、あれ保育器なんだ。お疲れ様でした。そうだね、とりあえず。あ、違う違う違う、荷物をリサイクルし素材に変換します。シェアボックス、プライベートボックス、うん。とりあえずプライベートルームで BB を早く直してやらんとな。かわいそうだもんな。だって完全に俺のせいでしょ。俺が水につけちゃったからってこと、そういうことでしょ。デッドマン、聞いてるか。どうしたらいい。いいか、サム、ポットを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。つないだ。よし。一時的なストレス状態だ。母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。母親？母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。脳死状態でな。スティルマザー。そうだ、ビビーはスティルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れるんだ。このポッド内の環境はスティルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。ビビーには常にスティルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。結構酷なことしてるよな。見ろ、キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データとBB がリンクしてポッド内環境を最新状態に更新している。たまにこうしてやらんと。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。一時的か。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。今後はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。
あまり入れ込むんじゃないぞ。物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。どうなる？ BB を助ける方法はないのか？今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何か分かるようになるかもな。過去の資料が消えるっていうのがよく分からんの。あんたの血液に BT が反応を示した件についてだな。ハートマンにも相談した。どうだったの？もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる。そうだね、だいぶ。おやすみサム。おっちゃんいい人なんだか悪い人なんだかようわからんな。なんというか科学者気質というかではあるのかもしれんけど。なお前、お前そうやって寝んのやめよう、やめよう。どう考えても疲れ取れないでしょう。私が見える。そっちはどうなんだ？出ることはできないけど、見張りもいないし縛られてもいない。カイラル通信がここまでつながってくれたら東に戻れるわ。あなたさえ来てくれたら戻れるの。ありがとう、嬉しかった。もう猶予がないの。都市では少しずつ人の数が減ってきている。子供も生まれなくなってきている。子供が生まれないのはどういうことだ？人は孤立する生き物じゃない。 BB に勝手に使ってるだけじゃなくて。お互いを補う生き物だから。この国を生き返らせて、みんながもう一度つながらないと。そうね。ブリジットは言っていた。絶滅だって。だが、アメリカを再建しても奴らはいなくならない。絶滅は避けられない。奴らがいる限り。そう、根本的に解決しないもんね。いいえ、まだ希望はある。どうすんのよ。サム、待ってるわ。あなただけを、私を助けて。サム、私だ、ハートマンだ。ああ、ハートちゃん。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだろ。そうだね。どうだ、シャワーを浴びておかないか。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがある。え、そんな裸なんて。はい、ということでじゃあ次回シャワー浴びるところからスタートしていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。